マルセロ・ブロゾビッチは、クロアチアザグレブ出身のサッカー選手。セリエインテルナツヨナーレミラの所属。クロアチア代表。ポジションは MF。クロアチア語に近い発音は、マルセロ・ブロゾビッチ。NK フルバツキドラゴボリャツのユースチームでキャリアをスタートさせ、2009年にトップチームデビュー。このシーズンでチームが、プルバ HNL へ昇格し、 2010年7月24日、ディナモザグレブ戦で、トップリーグデビューを果たした。2011年3月18日のカルロバツ戦で、初ゴールを記録。2011年7月、ロコモティバザグレブに移籍した。2012年8月、ハンブルガー SV に移籍したミランバデリの代替として、ディナモザグレブに7年契約で移籍。2014年夏に、 インテルミラノからのオファーがあったものの、断ったことをディナモザグレブ会長のズドラフコマミッチが明かした。その後、AC ミランやボルシアドルトムントからの興味が報じられたが、2015年1月24日に、インテルミラノへ1年半契約での買い取り義務付き、レンタル遺跡が発表された。移籍金800万ユーロ、レンタル期間を含めて2019年6月までの4年半の、 契約を交わした。2015年2月1日の US サスオーロカルチョ戦でセリー a デビューを果たし、5月31日のエンポリ FC 戦で初得点を記録した。2015から16シーズンはフェリペメロやジョフレーコンドグビアと中盤でコンビを組み32試合に出場したものの、翌2016から17シーズンは、 不安定なスタートを切ったチームに影響され部長に陥り、また2016年9月には、ユベントス FC 戦で招集メンバー外になるなど、フランク・デブール監督との不和も伝えられた。11月には、デブールが解任されステファノ・ピオリが新監督になると、状況が変わるかと思われたが、冬に加入したロベルトがリアルディーニの存在や、フォーメーション変更の余波を受け、 サブメンバーのままシーズンを終えた。2017から18シーズンは、新監督に就任したルチアーノスパレッティが新加入の、ボルハ・バレロを徴用したため引き続き、不安定な立場となり冬には、セビージャ FC への移籍も噂されたが残留。シーズン終盤に向かうにつれて、バレロが失速すると、レギュラーに定着し、クラブの UEFA。 チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。2014年5月31日、代表初招集ながら 2014FIFA ワールドカップ出場メンバーに選出され、6月7日のオーストラリアとの親善試合にフル出場し、代表デビュー。本大会ではブラジルとの開幕戦に途中出場した。2014年10月13日、UEFA ユーロ2016予選の アゼルバイジャン戦で代表初得点を挙げた。目標とする選手として、フランクランパードを挙げている。中盤の底でプレーする。2017から18シーズンにおいて、レジスタとして開花し、視野が広く、ビルドアップにおいての貢献度は計り知れない。強烈なミドルシュートも持ち味である。また特筆すべきはスタミナであり。 2018年9月に発表された1試合の平均走行距離では、セリエ A1 位の 12.289km を記録。2018年 W 杯準決勝のイングランド戦では延長戦となったこともあり、走行距離は大会最長となる 16.399km を記録した。国際 A マッチ59試合6得点。ありがとうございます。